は、ゆっくり霊夢です。マリサと、ヨウムだよ。今日は、トラウマ界の、草花さん尽くしをお届けするんだぜ。まずは、恐怖、テレサとダルマさんが転んだを、お届けするよ。お届けする間もなくやられたな。これは、なかなか苦戦しそうな感じのコースだね。でもね、以前タックマンさんの天空の花嫁っていうコースをやってるんだけど、それの応用でいけそうな気もするんだよね。これが成功法ではないと思うんだが、このやり方だと比較的楽にいけそうだな。こっちのコースはコンベアの上をいろいろ流れてくる分、花嫁よりきつそうだね。ガスバーナー危な、かなりギリギリだったよ。次のタイミングを待ってたら、テレサとこんにちはしちゃうもんな。お、早めの中間ポイントありがとうございます。難易度は他のコースよりも高めだけど、ちゃんと細かく中間あるあたりさすが草花さんのコースだね。そしてここはどうすればいいのかな？さっきまでみたいな、タイミングよくジャンプして進むテクは使えなそうだな。やり直し用の扉があるけど、できれば大きいまま行きたいよね。ジャンプすると頭がぶつかってスピードが落ちちゃう感じがするね。前半のやり方は下法だったからな。ここからはちゃんと成功法で挑まないと厳しそうかな。成功法って、だるまさんが転んだ？どうやらまだ正しいやり方が分かっていないみたいなんだぜ。ポンプブロックもあるし、やっぱり正規の攻略法を見つけないとね。中間ポイントの後にキノコが置いてあるのは、草花さんの優しさかな？みんなが楽しめるコース作りを目指しますみたいなことを言ってたし、きっとそうなんだぜ。これがモフさんのコースだったら、きっとキノコは置いてなかったんじゃないかな？キノコは甘えだ、って言われそうだよね。さて、そろそろ攻略法を確立していかないとな。ここに扉を置いてあるということは、攻略に使えっていうことなのかな？あそこから走った方が、テレサを引き離せるとかなのかな？確かに、さっきまでよりかだいぶ余裕ができてるな。でも音符ブロックで詰まっちゃった。うまくタイミングをつかめば、ゴリ押しでも抜けることはできそうだね。おい霊夢、なんでわざわざ戻ってるんだ？フレームアウトさせたらテレサを消せるんじゃないかと思ったんだけど。これは、もうダメそうだね。やっぱりズルはするもんじゃないね。中間前までズルしたお前が何を言う。はい、ズルをしないでやっております。ズルは大嫌い霊夢ちゃんです。よくそんな堂々と嘘をつけるよね。まあ、昔から見ていただいてる視聴者様は、霊夢の性格くらいとっくに分かっていらっしゃるからな。そうです、この天才プリティキュートな霊夢さんのことを。って、ごめんなさーい。天罰的面。今度はやり直し扉は使わないでいくんだね。ジャンプするときに少しだけ後ろを振り向くと、テレサの動きが結構硬直することが分かったんだよね。なるほど、おそらくそれがこのコースの正しい攻略方法なんだろうな。皆さん見てますか？私はズルなしでもちゃんと攻略できるんですよ。と言いつつゴリ押ししていく霊夢。いいんです。ゴリ押しは正義なんです。ここは、ボム兵を使ってブロックを壊してやるみたいなんだぜ。前後からテレサが近づいてきてるけど、足元がレールではないから割と簡単かな？後ろのテレサを大きく引き離せたのが良かったね。よし、これでやっと先に進めるな。ちくは苦手なんだよな。霊夢急いで、テレサがものすごい勢いで詰め寄ってきてるよ。逆走コンベアだから、しゃがんで一気に飛び越えるのもかなり厳しそうだな。やばいこれは、マジでやばい。ここは、あれをやるか？うおー、ゴリゴリゴリじゃー。なんとか逃げ切れたみたいだな。トゲネット装着。これでさっきまでの恨みを晴らせるね。この恨み、晴らさておくべきか。かなり苦戦してしまったな。ゴリ押しなしでノーダメージでやれって言われてたら、クリアできてなかったかもしれないね。せっかくだから、コメント残しておくね。うぷぬし、下手くそだな。はい、それではどんどんやっていくよ。モグラに乗っていこう。ライド、アモーレ。アモーレ、長友選手を幸せに、念のため言っておくが、モールだからな。ねえねえマリサ。霊夢なんだ、うぷぬしのアモーレはどうなってるの？霊夢、頼むから今はそのことには触れてやるんじゃない。どういうこと？しつこい。どういうこと？いいから黙っておけよ霊夢。
霊夢、今は微妙な時らしいからそっとしておいてあげるのがいいよ。ああ、いざっていう時が来たら私たちみんなでウプ主をサポートしてやろうじゃないか。なんかよくわからないけどこれ以上突っ込むのは身の危険を感じる。ゆっくりムービーメーカーの編集画面で私の立ち絵を消そうかウプ主が考えていそうな気がする。随分具体的な感覚だな。もういいじゃん、ほら、そろそろ実況していこうよ。そういえばこのコースが始まってからまだ全く実況できていなかったね。このコースは、チョロプーの上に乗っているメットにライドオンして進んでいくコースになってるみたいだな。音符やピースイッチを使って、お互い協力して進んでいけばいいんだね。そしてここでかなり下ってしまったので、少しカット。はい、カット終わりました。リフトのタイミングがうまくつかめなくて、チョロプーを連れてくるのが大変だったね。お次はボム兵が道を切り開いてくれるんだな。いつもありがとうボム兵ちゃん。そしていきなりステーキ、じゃなくて、いきなりファイヤーマリオ。チョロプーの進路を塞いでる敵を、これでどんどん蹴散らして進めばいいみたいなんだぜ。無論でどんどん蹴散らしていくマリオ。マリオ、恐ろしい子。あ、あれ、この先道がなくなってないか？なるほど、チョロプーとはここでお別れなんだね。あ、ゴールが近づいてきたよ。ここまでチョロプーには世話になったが、最後はパタメットと仲良くゴールだな。はい、それではゴール。霊夢、このコースはどうだった？私みたいな優しい人は、できればチョロプーとも一緒にゴールしたかったよ。さて、お次は演奏コースのため、私たちはここで失礼します。チャンネル登録者様が100人を突破したため、感謝の気持ちを込めて近いうちに何かイベントをやるつもりです。次回は、あなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、ウプ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。